埼玉西武ライオンズの宮川哲です。今日は新型コロナウイルスの影響で外で遊べない子供たちのために室内で簡単にできるコントロールが良くなる方法をお教えします。まずボールを持って床に寝そべってください。それでボールを投げて反対の手でキャッチします。投げたい方向に肘を向けて指先を柔らかく使うと思ったところにボールが戻せます。ボールに回転をかけるとよりコントロールしやすくなります。ぜひ皆さんもこのようなことをやってコントロールを身につけましょう。